話題のクラブハウス、 iPhone ユーザーなら全員できます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。腰痛で苦しむマックス・フレイです。人生初のぎっくり腰です。話題のですね、招待制 SNS、 まあ音声 SNS って言ったらいいのかな、クラブハウス、皆さんご存知でしょうか。懐かしいですね。招待制って言うと昔のミクシーみたいな感じですけれども、その招待されてないからできねえんだっていう人も多いんじゃないかなと思います。私自身は結構早々に招待はされたもののですね、ほとんどこう参加することがなく、ちょっと熱がこうスーッと落ち着いてしまった感は個人的にはあるんですけれども、どうしてもまだね、やったことがない、ダウンロードしたことがないっていう方のために、違うクラブハウスをやりましょう。そう、このクラブハウスは招待制ではございません。誰でもできます。さあ行くぞiPhone アプリクラブハウスです。あっちのクラブはクラブなんていうの、みんなが集まってワイワイするクラブなんですけど、このクラブはですね、見ていただいたら分かる通り、カニのクラブです。早速 Go to House やってみましょう。ポチッ。おー、いた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 。こちらログインするとですね、自分自身もカニとなり、このクラブハウスに侵入します。さあ、この白々しい空気が流れている昨今ですが、何これ、新しいものがあるなんか出てきた。ちょっとね、アプリの紹介をしたいと思うんですけど、このクラブハウス基本的にやることはありません。誰かがログインするとカニとなって画面の中に出現します。今ログインしてる人たちがわーっている感じです。で、吹き出しがあるじゃないですか。これ触るとカニが喋ってます。ぼっちには辛い条件だね。ああ、クラブハウスのことですね。クラブハウスに対する皮肉です。あ、こっちは招待してっても頼むよ。これもクラブハウスの話ですね。カニたちがですね、本家どっちが本家、本家クラブハウスについて話をしているという、そういう感じで、カニの英語名はキャンサー、ドイツ語ではクラブ、まあ、本当はちょっと怖い意味、ちょっと額がなくて私には分かんないですね。めっちゃ喋り始めた。カニがめっちゃ喋り始めた。自分自身はカニとしてログインしてるんですけど、特段何もできません。何もすることのないっていう、本当にこうボケーっとただ眺めるっていうゲームです。で、さっきからなんかね、チキンなの、これドナルドダックなの、何かが浮遊してて、これ私も初めての現象です。何回も起動してるんですけど初めての現象です。ちょっとチキンタップしてみます。え何もねえの、ちょっと待って何もねえ、こんだけそれ見よがしに出てきて何もねえ、なんもないっぽいです。なにこれ、カニ、ウニ、ちくそ、ウニじゃねえよ。2チャンネルの有名な画像ですよね。カニの写真があって、こうグワッて集中線があって、ウニっていうあれですね。カニ味噌は脳味噌じゃないよ。ご存知でした皆さん。私も大好き、カニ味噌、あれは脳味噌ではない。あ、一人のカニの発言を失ってしまった。このゲーム、画面上に矢印で、だからメニューっぽいものいろいろ書かれてるじゃないですか。これ、タップしても、なんもないっす。なんもないっす。夢は、中華街のレストランに並ぶこと。死ですね。お、別の色のカニも出てきた。さあ、まだ発言してますよ。というか、僕、カニじゃなくて着ぐるみなんだよね。バイトなんだよね。深い。この人はカニをほじる道具あるじゃん、あれ相当えぐいよね。まあ気持ちわかる。カニの気持ちになればもうあれがどれぐらいえぐいかってのはわかる。ちなみにカニのメッセージはですね、合計で38種類準備されているということです。やることがない方いたらぜひとも概要欄にリンク入れておきます。ダウンロードしていただいて探してみてください。このゲームなんで紹介してるかっていうと、クラブハウスね、わーって先々週ぐらいかな、2週間ぐらいぐわーっと流行ったじゃないですか。もうすでにだいぶ落ち着いてるらしいですけど、その流行った時にですね、アップバンクのメンバーが、このクラブハウスちょっと遊んでみてくんねえかって言って私に送られてきた、そんなゲームです。どうしようもないよね。ウニ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 タコ、あー、これだ二段落ちみたいになってんじゃん。カニ食べ放題って人間ってひどいやつら、いろいろあるね。カニにとってもいろいろあるね。最後にニコ生とかではよく話すんですけど、私の大好きなカニの話をちょっと一個させてください。自分は結構死んだらどうなるんだろうみたいな、生まれ変わるとかね、いろんな話ってあると思うんですけど、よくカニについてイメージをします。
私はカニ味噌が大好きなのでカニについてよくイメージします。あの自分がカニの気分になった時に、あの死んだ後、まあ加工されるとか、まあ食われるとか、まあ100歩譲ってそこまでは理解できると思うんですけれども、あの私が一番信じられないのはカニクリームコロッケですね。あのカニクリームコロッケになることを想像しながら死んでいくカニって、多分世界中にあの数億というカニがいると思うんですけど、一人もいないと思うんですよ。皆さんもあの想像してください。自分が死んだ後にどういう、ね、世界に行くんだろうとか、もうそもそもなくなっちゃう真っ暗な世界かもしれないですけど、その自分が死んだ後の世界想像した時にですね、自分がカニクリームコロッケになるっていうことを想像する人って一人もいないと思うんですよ。カニクリームコロッケですよ。人間が作る料理の中でもカニクリームコロッケってのはなんか加工の中でもかなり際どい加工だなと思ってて、あの意味がわからない。最初にカニクリームコロッケを作ろうって言ってあれを作り出した人って私結構その尊敬するんですよ。初めてタコ食べた人とか、初めてイカ食べた人とか、なんか初めて毒を持ってるのに毒をこう外して頑張ってあのウニ食べ、あ、毒を頑張って外してフグ食べた人とか、尊敬される人ってたくさんいると思うんですけど、私はこうカニについてイメージをするときに常にカニクリームコロッケを最初に発想した人っていうのは尊敬してます。あのあんな発想は出てこないと思います。で、翻って自分がカニの気持ちにもう一度なってみましょう。あの茹でられて食われるとか、まあ想像できますよね。で、さっきあのこのカニをほじくり出すあれが残酷だとかってコメントもありましたけど、あれもまだ想像できると思うんですよ、ギリギリ。ただカニクリームコロッケは想像できんよ。人間ってのはマジですげえなと、常に私は想像力というものに対して尊敬をしています。もう自分自身もやっぱりね、あのできる限り創造的な人生を過ごしていきたいなと思うところで、本日は以上とさせてください。あのアプリのダウンロード概要欄にリンク入れておきます。あの本当に興味がある方で構いません、どうぞ遊んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。山の動画もぜひ見てください。さよなら。